ストホームページをご覧の皆さん、こんにちは。私たちは愛と勇気と魔法の乙女アフィリアサーガイーストです。アフィリアサーガの胸キュン担当ミッコムです。はい、アフィリアサーガの妹担当マホです。じゃん、パンダラブな乙女、神戸のパンダに会いたいな小姫です。サーガの小悪魔ちゃんことエミューでーす。キキー、元気の魔法ピコンが得意です。メイでーす。お料理大好きキッチンアイドルローレでーす。はい、ニックネームはくるちゃんことくるみでーす。はい、あなただけのピーチ姫アリアです。どうも、もぐもぐちゃんのゆかひんです。はい、アフィリアサーガの委員長ルイズです。はい、アフィリアサーガの癒し魔法あやみです。はい、私たちアフィリアサーガインストは先ほど神戸みなと祭りのメインステージに参加してきました。イエーイ。どうでしたか？いや、なんかすっごいたくさんの人が見てくださって、うん、もちろんアフィリアをもともと知ってたファンの方も見に来てくださったんですけれども、うん、今日はなんとアフィリアサーガを知らなかった方もたくさん人を見てくださったので、すっごい楽しかったんですけど、本当に熱かった。私もすごい汗だったんですけど、あやみちゃんもすっごい汗かいてて大丈夫だった？もう私も本当に汗かきなんですけど、本当にね、今日は炎天下の中、たくさんの先輩方に見ていただいて、あと6曲ね、たくさん曲数もやったので、うん、皆さんにたくさん知ってもらえたと思います。うん、なんかお客さんもすごいね、もう汗かいてね、真っ赤になって引っ込み出してくれたんで、ありがとうございます。はい、サーガの魅力が少しでも伝わっていれば嬉しいなって思います。はい、さて、ここでお知らせがあります。7月25日、私たちが昨年やりましたセカンドワンマンライブの DVD& ブルーレイが発売になります。こちらはデブ東京で行ったライブなんですけど、まだ明かされていないリハーサルの様子や舞台裏の様子なども収録されているので、ぜひぜひご購入いただければ嬉しいなと思います。はい、そしてラジオ関西さんで、私ルイズとルミラメインパーソナリティを務めている、アフィラジ魔法学院特別授業、毎週土曜日24時30分から放送中です。ね、今日も普段イベントに来れない方とか、リスナーさんでラジオをから知ってくださった方たちがたくさん来ていたので、ねー、すごい嬉しかったです。毎週メンバーを一人にゲストと呼んで、ゲストとして呼んでワイワイキャキャしてる楽しい